エグロフシュタインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のホルヒハイム軍に属する市場町で、クレンキシェシュバイツ内に位置する。この町は、トルバフ派渓谷に位置する州内でも知られた保養地である。下流の高台の上には、同盟の城が建っている。この町は、公式には16の地区からなる。このうち、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ビーバーバッハの復活祭の泉アフファルタータールはバイエルンで最も古い、教会のトロンボーンアンサンブルの発祥地である。ビーバーバッハは大掛かりな復活祭の泉で特に有名であった。2005年に世界最大の復活祭の泉の称号をズルツバッハローゼンベルクに明け渡した。フンツハウプテンは、 ワイルドパーク動物園とフンツハウプテン城で知られる。エグロフシュタイン城戦1 9 0年にはすでに、エグロフシュタイン城は、この城の領主で、後のエグロフシュタイン家の重要な所領となっていた。この一門は、バンベルクの歌詞で、1180年頃に現れ、今日に至るまでこの町に定住している。1509年、この城は、バンベルク市教の霊園となったが、現在も、 その所有者であるエグロフシュタイン家の所有に泊まった。バイエルンの世俗家によりこの町はバイエルン領となった。1959年にエグロフシュタインは市場町に昇格した。エグロフシュタインは第1、第2、領主庁を含む14議席から構成される。図柄黒地に赤い舌を出した銀の熊の頭。紋章の歴史、この町は エグロフシュタイン家の紋章を色を反転させて用いている。この紋章は1956年に町議会の決議と内務省の同意を経て採用された。アフファルタータールとフンツハウプテンはかつて独自の紋章を持っていた。ありがとうございます。